セリーグヤクルトゼロから3巨人、2024年6月22日東京 D。ヤクルトが敵地で巨人に競り勝ち、連勝で2カード連続の勝ち越しを決めた。試合は中盤まで両軍のスケットが投手戦を繰り広げた。先発、サイスニードは6回ボアンダム失点と高騰。援護に恵まれず今季2勝目は手にできなかったものの、 きっちりと試合を作って9エンジンにバトンを渡した。試合が動いたのは0対0の8回だった。西走者なしから長岡の右翼フェンス直撃の三塁打で後期を作ると、続く村上の敵時内や安打で先制。さらに、サンタナがバックスクリーン左への特大ツーランで続き、この回3点を奪って勝負を決めた。 サンタナは前日に来季から新たに3年契約を結んで残留することが決まったばかりで、気持ちが楽になるというか、すごくホッとするところはある。ずっとスワローズに残りたいという気持ちが強かったので、早めに契約できて嬉しい。自分がやるべきことは変わらない。チームのために全力を尽くす。それだけです、と話した。 今季の東京ドームでの巨人戦は5戦全勝と無敗を継続中だ。チームも3連勝と勢いに乗っており、高津監督は、ここ数試合、良い試合が続いている。北向きに少しずつ成長していくのを実感している、と目を細めた。